到着です。世界遺産那智大社。足つっつつく、あーっぴー、ようやく到着です。本土峠、おはようございます。今日はですね、これから近畿を縦断する日本オダングレートトレイルというレースに出てきます。これはですね、去年も半分の250キロに出たんですけど、今年はフルのですね、510キロに行くと。でここやってきました、近畿最南端和歌山の串本の灯台へ、ここから、ずん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 山を連れにですね、熊野古道、高野山、大トレ、生駒、京都、比叡山、高島トレイル、そして宮津から行ってですね、京丹後の京ヶ岬まで510キロ行くと。累積で2万メーター超えるんじゃないですかね。まあ、長距離のトレイルレースに行ってこようと思います。制限時間は7日間、168時間ですね、のノンストップレースになります。まあ補給もほとんどなく、エイドも一人のね、ナビさん、マリリンさんという方がしてくださるんですけど、それだけを頼りに行くということで、国内でこれだけ壮大なレースができるっていうのが本当に楽しみであり、もう緊張であり、そして参加者が4名ということで、つわものしかいないということで、これから行っていきたいと思います。今回のつわものたちの選手です。いいですか、世界に配信してロード用のウルトラなんですけど、シューズをこのウェーブスカイライズにしてみました。まあ、これが走りやすいということで、これで行ってみようと思います。はい、スタートです。行きまーす、頑張ります。510キロのスタートです。いよいよ緊急縦断ゴールしたいですね。したいですね。はい、皆さんで頑張ります。僕も頑張りましょう。ありがとうございます。本日参加の中川さんと野沢さん、前回参加して悔しくもねたどり着けなかったリベンジということで、そうですね、今年は少しでも前に進んでいきます。前になんとかなんとか前にね、まだいい感じの天気ですけど、これから大雨になるらしいです。頑張ります。太平洋ですよ、太平洋ね、1週間後には日本海見れるように頑張ろう。今日はリュックどれぐらいだろうな、やっぱり4キロぐらいあるのかな。あのね、寝袋と、ライト、バッテリー、防寒具、レインジャケット、コンロ、まあ、サバイバル道具、薬系にテーピング系に、そんなもんをね、入れたら、やっぱり、それぐらいになっちゃって。スタートから、24キロ、2時間半、できました。ついに、熊野古道です。うん、登りだね。今日は、お給食。いろいろ持ってきました。まず一つ目が、じゃん。フィナンシェ、怒りスーパーのやつです。これがむちゃくちゃ美味しいのよね。1個で150キロカロリー、まあなんせ美味しいだから元気が出るっていうので、最近取り入れてもう定番品になってます。それから今日もスニッカーズ、ちょっとチョコもあとね、スティックポテト、ポテトフライ持ってるんだけど、今取れないので後で、一番大好きなフィナンシェからいただきます。
おいしい。元気出るわ。結構雨が降ってました。ちょっとしたこだわりがあって、この前のつば洗濯バサミ、どうしてもこういうカッパって頭かぶると抜けたりするんで、まあ、それは防止とね、洗濯バサミでつけると、まあ、固定できるので、ちょっとカッコ悪いけどおすすめです。チェックポイント、着きました。まで37キロ、500メートルアップ、4時間20分で朝9時21分。早い。早いですか？すごい早い。ありがとうございます。行ったとこ。あ、そうなんですか？あら、道間違いですか？だいぶあそこの二高峠の前。はいはいはい。で、かなりロストしてね。ぐるぐる。かなり嬉しそうですね。いやいやいや。もちもち。ゆっくり休憩していきます。食料かなり買い込みました。こっから100キロ、コンビニとかないんで、1日以上分の、日曜5000キロカロリーぐらい買っときました。44キロ、6時間2分、到着です。世界遺産、那智大社。これが、那智大社。すごいね。これから、熊野本宮大社に向けて、行きます。こっからがいよいよ本格的な、山パート。もう雨が降りすぎて、コースが川になってるよ。足つっつつく。うわぁ。道路が。全部川になってます。ああ川のレースよ。さすがにちょっと雨きついんで、レインの、あ、お気をつけて、お気をつけて、行きます。よし、頑張ろう。雨でも行くよ。ぐいぐい行くよ。不要だ、不要だ。こうね、苔と石畳が熊野古道っぽいよね。すごい。あ、すごい階段。54キロ、5時間41分、復興口かな、到着です。どうも、はい、カレーですか？カレーがある。やった。いつも、いや、爽やかですよね。うん、ね、なんて来てるの見たことないですもんね。そうですね、見たことない。それじゃあ、行ってきます。ありがとうございました。たくさんいただいた、ありがたいね。よし、じゃあここから本宮目指して行きましょう。あ、なるほど、本宮まで18キロだね。うん、頭痛い。
すごい。100軒ぐらい。100軒ぐらい。ここじゃ。ああ、めっちゃ綺麗。67キロ。12時間52分。やってきました。熊野本宮大社。世界遺産。そして本当にありがたいことに雨が止みました。ぼちぼちね、いかに省エネで行くか、まだ1日目なんでね、行きたいと思います。到着です。道の駅本宮。どこにもエールが来てくれてる。嬉しいな。これとあとお寿司。お寿司、あ、いただきます。いただきます。ぶちゃぶちゃなんですけど、もう一個ぐらい食べた。ちょっと硬いかもしれない、うん、おいしい。あと最後まだ入れますね。7時15分休憩してスタートです。ちょっとね、足がふやけてね、雨になりそうなんで、ちょっと無理しすぎずから登って降りて、どれぐらいだろう、4時間ぐらいあるんかな。来たとこでちょっと髪振るか検討します。無理してふやけたまま行ってね、トラブルになったらダメなんで、こっから小平地果てなし峠にガツンと上がると。上がるで、 5.4 キロ1000ぐらい上がるんかな。75キロ500立てなし峠到着。さあ降りるよ。じゃあここから5.60まで上がったね。さあ、ビール。夜の11時半ぐらい、ちょっと休憩します。足がね、水でふやけちゃってちょっと良くない感じなんで、乾燥を一回させます。いつもね、干して寝袋で寝ようか。じゃあおやすみなさい。そう、1時間、温まって休憩しましたよ。ここで待って、足がねこれで乾いたんで、まあリスクをあらかじめ予防ということで、これからまた、レース再開していきたいと思います。よし、ここからおばこだけもう入り口です。しゃあ、登るで。これを超えればもうまた最後のでかい山になります。行きますか。4時半朝の、少し登ったら夜明けかな。朝を迎えました。98キロ24時間54分朝の5時
54分ですね。なんか胃が内臓が気持ち悪くて、大変。なんとかならんかなと思うけれども、まあ、胃薬飲んだり休めたりスピード落としたり、まあ、ちょっと回復することを願ってこのパートはゆっくり進みます。おー、またあのエイド、さあちょっと休憩してここから小屋さんまで最後のお返事です。これが長いんだよな、食料とか体力持つか心配だけど、まあ頑張っていこう、きついな本でもこれ。高野山まであと6キロぐらいかな。ついに着きましたよ。じゃん、高野山です。高野山の東の象徴とする大門です。こちらすごいね、これは大きい。よし、130キロ、クリア。さあ、今日一日です。この道は気持ちいいね。もう少し。ああ、夕日が綺麗。綺麗ね。街並みが、わあ、すっげえ。柿畑の中を走っちゃいます。到着、道の駅工藤山です。153キロ累積で7330
38時間3分。道の駅行く前まで1時間半ほど、ここになって再スタートです。眠いけど、あったかいとこで良くなったから、元気、足も軽くなったね。よし、今日は雨なんでね、ちょっとコンビニでレインコート買って補給持って行きたいなと。蔵王峠の方まで7キロ登りです。スロードの峠、ひたすらアップアップ、そしてそこから南葛城、大トレの方へ。頑張ろう、マイペースで、マイペースで。68くらいかな、45時間18分。ちょっとくたびれてきたね、さすがに。眠い。じゃあ行ってきます。頑張ってください。大トレの最後の山かな。元気いただきました。いやー、最高ですね。